レンタル何もしない人さんを真似する人は結構いっぱい出てきたんですけど、その、皆さん分かってない点が一個あって、レンタル何もしない人さんって文章うまいんですよ。もともとライターっていうのもあって、その、140文字以内で面白いことを面白く説明するのがうまいんですよ。その、要は、レンタル何もしない人って何もしないわけだから面白くないんですよ。なので、要は座っててくださいって言って座りましたって全然面白くないじゃないですか。でも、こういう依頼があって何もしませんでしたっていうので、その、この依頼の中で何もしない状況って面白いよねっていうのをちゃんと伝えられる文章力があるから、みんな、へえ、面白いって言ってついてくるんですよ。でも、本質的にはやってること面白くないんですよ。で、プロゴラレイヤーさんも、基本その、ただ、おごってもらって飯食ってるだけじゃないですか。でも、飯食ってるだけなんだけど、その、何々な人に飯をおごってもらったみたいなので、その、まず、ちょっと変わった経歴の人に飯をおごってもらって、で、それに対して一言コメント書くみたいなのがあって、で、その感想もやっぱり面白いんですよね。なので、実はその、文章、その、コンテンツを作る能力っていうのは本人たちにはないんですよ。要は、おごられるだけとか、依頼されて何もしないだけなんですけど、ただ、起きた出来事を面白く大衆に伝えるっていう、その文章の能力が高いんですよ、実はあの二人は。なので、そこを誤解して真似する人がいるんですけど、そんなに面白くならないのは文章能力が低いから。なので、その先ほどのパシリさんも、その何か物を届けるっていう動画を面白くするっていう、そこの企画、要は企画はもう頼まれたものを受けるしかないんですけど、それをどう面白く大衆に伝えるかっていう、その編集作業的な部分の方に力を使うといいんじゃないかなと思います。